日程第6、滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙についての件を議題といたします。副連合会長から選挙発生中の通知に接しております。事務局長をして朗読願います。事務局長。委員長。朗読いたします。滋賀公益第56号、令和5年2月20日森山市議会議長はずい正彦様、滋賀県後期高齢者医療公益連合庁職務代理、滋賀県後期高齢者医療公益連合副公益連合庁伊藤定、公益連合議会議員補充選挙の実施並びに結果の報告について依頼、平素は当公益連合の運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて、令和5年2月19日付をもって期議会選出の川鍋盛雄議員が議員を辞職されたことから、期議会選出の公益連合議会議員が欠員となりました。つきましては、公益連合規約第8条第3項の規定により、期議会において選挙を行っていただき、その結果について別紙の様式により速やかにご報告いただきますようお願いします。以上。欠員となっております議員につきましては、滋賀県後期高齢者医療連合規約第8条第3項の規定に基づき、補欠選挙を行います。選挙の方法につきましては、事務局長をして説明願います。事務局長。はい、議長。選挙の方法をご説明いたします。先ほどの副議長選挙と同様の方法で行います。投票は短期無記名投票の方法により行い、また法定得票数は有効投票総数の4分の1以上であり、当該得票数以上で最多数を得た方が当選人となります。なお、白紙投票は無効となりますので申し止めます。以上、報告を終わります。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員は19名であります。投票用紙を配布いたします。投票用紙の配布漏れはありませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。点呼において順次投票を願います。点呼を命じます。事務局長。委員長。はい、
1番川本浩平議員、2番酒井陽介議員。3番藤原博美議員、4番今井恒夫議員。5番田中久人議員、6番西村博樹議員。7番赤渕義孝議員、8番福井澄子議員。9番渡辺邦夫議員、10番石田誠三議員。12番新野文雄議員、13番国枝俊貴議員。14番山崎直樹議員、15番小西浩二議員。16番小牧一実議員、17番羽津井雅彦議員。18番森高安議員、19番高田正治議員。20番藤木武史議員。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により開票立ち会い人に4番今井恒夫議員、6番西村博樹議員、8番福井澄子議員を指名いたします。よって立ち会いをお願いいたします。
選挙の結果を事務局長をして報告願います。事務局長。はい、議長。選挙の結果をご報告いたします。投票総数19票、これは出席議員数に符合いたしております。有効投票19票、有効投票中森中貴文市長17票、16番小牧和美議員2票、以上の通りであります。この選挙の法定得票数は 4.75 票であります。以上、報告を終わります。ただいま報告いたしましたとおり、森中貴文市長が滋賀県後期高齢者医療公益連合議会議員に当選されました。ただいま当選されました森中貴文市長が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定に基づき当選の告知をいたします。